新潟市北区内島見付近新潟県道46号新潟中央環状線は新潟県新潟市北区から道志西環区に至る県道である新潟市郊外をほぼ同心円状に結ぶ半環状の路線新潟東港の西側新潟市北東の島見町を起点にくず市街地外周部横腰西部新津北部白根北部黒崎 西川などを経て、巻北部の日本海にほど近い角田浜に至る。大半は1993年指定区間のままとなっているが、都市計画道路、新潟中央環状道路として、全線にわたって、バイパス化が計画されている。すでに、新潟市北、江南、西の各区内の一部区間が、バイパス化され、阿賀野川に架か,かる大阿賀橋が開通している。2018年時点。 指定されている、原動区間の多く型路線と重複している。また、原動区間の一部は単車線の境外な区間が指定されている。新潟市西区木場地内の北陸自動車道をアンダーパスする箇所では、西川方面への一方通行となっている。大野町方面へは市道を迂回するよう案内されている。2018年8月時点、起点、香山橋間。 大阿賀橋明物町五丁目間、中野小屋、赤塚地区の3カ所がバイパス化している。今後も整備が継続され、最終的にはほぼ全線が新設区間となり、原道が通っている秋枠は通過しなくなる予定だが、全線完成の時期は未定。なお、新潟市の政令指定都市移行後から、建設事業は市に移管している。 新潟市港南区小杉付近新潟市明白、車上付近。ありがとうございます。